皆様、ま、こんにちは。みそかみでございます。みそかみしんいちの教育論、動画チャンネル、ナンバー20、心理学の企画でございます。本日は、パート2、中央大学名誉教授の都築学先生に、時間的展望研究の魅力を語ると題してお話をいただいております。 え、つ先生、こういう方ですね。え、3月まで中央大学文学部で長く、え、教員されておられまして、そして、え、文学部長も、え、されておられました。この4月から、え、定年を迎えられて、名誉教授と。え、ただ、もう非常に、あの、ご元気でですね、え、まだまだ研究されております。え、私たちも、あの、60後半70になった時にですね、こうありたいなと、え、本当に思う、え、モデルのような先生でございます。あの、時間的展望研究の中で、 中ではあのパート1でインタビューをいたしました白井先生と同様にあの一線でずっとご活躍されたもう本当に有名な先生でございましてあの私も大学生の時から大学院そしてま仕事をするようになってもいろいろご指導いただいてきた先生でございます。 本日は、鈴木先生に、まあ、この、ま、定年を迎えられたことを機にですね、これまでの時間的展望研究を振り返って、本当簡単ではありますけれども、ご研究のですね、お話をいただいたということであります。はい、それではお話伺っていきましょう。私が時間的展望研究に関心を持ったのは1970年代の終わり頃ですから、 まあ随分長い間時間的に50年経ってますよねやってきて半世紀はい、うん、すごいですね <laughs> その間、まあ、いくつかあのデータを取りながらやってきましたけれども今日はその魅力がどこにあるのかということについてお話をしていきたいと思います、うん、でまず最初にちょっと確認しておきたいのは 私たちの生きている時間というのは一体どういうような性質を持っているのかということを確認しておきたいと思います。物理的な時間というのは皆さん方ご存知のように時計で測るというのが定番ということになっています。うん、そこに柱時計がありますけれども皆さん方腕時計をしたりあるいは家の中にいくつも時計を置いていて 今何時だということを確認しながら私たち毎日生活しているかと思います。その時間というのは過去から現在へそして未来へという一方向的にずっと流れていくわけで昔にちょっと戻ってみたいなとそんな風に思っても、まあ、タイムマシーンなどがあれば別ですが、まあ、昔に戻ることはできませんしまた これから先の未来って一体どんな風になっているのかということをちょっと覗いてみたいと思ったとしてもその未来の時間に私たちは行くことはできないわけです必ず、まあ、今現在というところにいて、まあ、過去から現在未来へと時間は流れていきます一方向的なものになりますそれに対して私たちが感じている心理的な時間というのはもう少し違う形の 性質を持っています。この心理的な時間というのは私たちの心の中にある時間ということで、現在というのが中心になっています。そこに矢印が4つありますけれども、まず、現在から過去への矢印というのは、今から昔のことを思い出しているということになります。過去の出来事を思い出すというのが上の矢印になります。 そうして、過去のことを思い出すと、まあ、あの時は良かったな。それに比べて、今はちょっと、うん、どうなんだろうというふうに思ったりするわけですね。そうしますと、いや、もう少し頑張ってみようかと、まあ、今の自分を知った激,激励するっていうようなこともあるかもしれません。そうして、現在から過去を思い出すことによって、過去の出来事が、まあ、現在に影響するということが出てくるわけです。 もう一方で、現在から未来を思い起こすってね、想像するっていうことも当然あるわけで、まあ、これから先、どんなことが自分の人生に起きるんだろうかということを想像する。まあ、大学生だったら、大学で今学んでいる大学生が、3年生、4年生となっていく中で就活をする。で、就活をしてうまくいくだろうか。 その後にどんな会社で働くんだろうか、あるいは大学院に行ってもう少し研究するのかとか、まあ、そんなふうに自分の未来を想像するということがあるわけです。そうしたときにその想像した未来が現在に影響することがあるわけでもう少しやはり頑張らないと自分が思い浮かべた未来というのは達成できそうもないなと。 もう少し頑張ろうっていうような、そんな気持ちになったりするわけです。まあ、このように私たちの時間というのは、現在を起点にしながら過去へ行ったり、あるいは未来に行ったりするわけです。その心理的な時間というものを研究した研究者として、最も有名なのは、クルト・レビンという研究者がいます。 このクルト・レビンは次のように時間的展望という概念を定義しています。ある一定の時点における個人の心理学的未来及び心理学的過去についての見解の相対ということで、先ほどのスライドでお見せしたように、現在から過去へ、そして現在から未来へというように、自分の心が行ったり来たりする、その全体というのが 時間的展望という概念で捉えられるものでありそれを研究することが私たちの生きていくということを研究することなんだというふうに言ったわけです、うん、このレミンという人は心理学の学派で言いますとゲシュタルト心理学という心理学の学派に属していますゲシュタルト心理学の特徴というのは要素の寄せ集めではなくて 全体の構造というものを大変重視したわけで、ですので、レビンが時間的展望を定義するときにも、過去と未来、それの相対だということを強調したということになるわけです。この時間的展望の研究ですけれども、1950年代以降から実証的な研究というのが始まりました。実証的な研究というのは、 質問し、調査などを行いまして、データを取って、時間的展望を研究するということになるわけです。この1950年から80年代ぐらいの研究を大まかにまとめてみますと、二つの側面からの研究というのが多くなされていました。一つは認知ということで、エクステンションという時間的展望の長さを研究する研究が 当初ありました。どれぐらい先のことを思い浮かべるかということで、これから先の人生の中で、まあ、自分にとって起きるであろうという出来事を書いてもらって、それが一体何年後かということをもう一度書いてもらうと。そうしますと、10年先のことを思い浮かべて書く人もいれば、30年先のことを思い浮かべて書く人もいると。そうしたときに、 まあ10年よりも30年の方が長い時間的展望を持っていて、そうした長い時間的展望を持っている方が良いのだというように考えていたわけですね。でもう一方では、まあ、感情についての研究も行われていました。これは、まあ、自分の未来が明るいのか暗いのかというような評定をしてもらうと。まあ、私たち日常的にも 朝起きた時に、まあ、今日は気分がいいぞと、これから今日はいいことが起きそうだと、これから自分の先はいいことが起きそうだと思う日もあれば、まあ、ちょっとですね、体調が悪くて、ああ、ダメだなというふうに思う時もあると。そんなふうに、まあ、感情もですね、随分と違うわけで、まあ、未来が明るい、希望があるというように思う方が良いというように捉えられていたわけです。 このように認知と感情の2つの側面から研究がなされていたわけですが、1980年になりまして、社会心理学の分野でゴール研究というのが出現しました。人間にとっての目標というのが一体どういう意味があるのかということを社会心理学の立場から研究したもので、必ずしも 時間的展望の研究ではありませんでしたが、この目標というものに、やはり時間的展望の研究者が着目して、これから先の出来事ではなくて、まあ、自分にとってどのぐらい重要な目標なのかとか、そういった側面から研究をするようにだんだんとなっていったわけです。まあ、この目標という研究というのが、後で述べます 欲求や動機と関わる側面ということになるわけですこのように時間的展望というのは認知感情、まあ、欲求動機という3つの側面があるわけですここに示したのは私が1999年に博士論文で検討した構造モデルを示したものになります先ほどもお話をしましたように 認知的側面と感情的側面、そして欲求、動機的側面という、この三つの側面と、さらにはそれを支える基礎的な認知能力を含めて、これを時間的展望と名付けて、こうした構造を検討しようというのが、私の博士論文の願目であったわけです。従来の研究ですと、 多くの目標をたくさん持っていて、なるべく遠いスパンの目標を持っている方がいいというふうに考えられていたんですが、欲求動機の側面を入れますと、自分にとって切実で重要で成し遂げたいという願いは、一つでも二つでも良いと。そういった目標がしっかりと持っていることが、その人にとって 大変重要なことであるということをこの研究では明らかにしました。もう一つ、まあ、時間的展望では、まあ、計画性とか時間管理という心理学ではメタ認知と呼ばれますが、この計画性や時間能力、時間管理という能力が目標達成行動を下支えをする力になるということで、これについても、うん しっかりと組み込んだというのが、まあ、特徴になるわけですでは時間的展望研究というのが万能なのかということで少し考えてみたいと思いますもちろん多くの可能性を持った研究ではありますけれどもどんな研究でもそうですが限界というものを併せ持っています それについてもしっかりと把握するということが研究の上では大切ではないかというふうに思っています。では、時間的展望研究というのは一体どういう人間像を仮定しているんでしょうかもうそもそも時間的展望研究というのはヨーロッパやアメリカで始まった研究ということになります。人間像としてもかなり 合理的に行動する人間というのが仮定されているわけです。目標を設定して、行動して、結果のフィードバックを得ると。それを元にさらに目標を修正して、行動して、さらに結果のフィードバックを得てというような、そういったループの中で自分の目標を高事なものにしていって、達成していくという合理的な人間というのが 仮定されているわけです。すなわち、まあ、未来に対して積極的に希望を持つ人間というのが、この時間的展望研究の中では仮定されているわけですけれども、人間というのは大変不思議なもので、実現不可能なものであっても、それに対して追求するということが、 時にあるわけです。ここには、フランクルの夜と霧という、まあ、世界中で最も多くの読者を得て読まれている本の中の一冊でありますけれども、フランクル自体が、ナチの強制収容所に収容されて、長い間、外に出ることができませんでした。私は、 フランクルが日本に講演にし来たときに80歳を過ぎたフランクルの話を実際に聞いたことがあります池見鳥次郎さんという、えー、日本でも日本で有名なあの精神科医の方がいらっしゃいますけれども、まあ、心身症の研究されている方ですがその人との対談を聞きました先生フランクル会ってるんですかはい。 すごいな、その初めて聞きましたね、はいあのー、東京女子医大で講演をしたんですね、いつぐらいのことですか、ね、1989年ぐらいだったと思います、残念だな、私、ちょっと学生だ、はい、った、はい、<laughs> 古いな、はい、なるほど、すごいな、それは。はい、聞いたときに、こういうことを聞いたんですね、そのいつかは自分はここから外に出たいんだと。出て 自分自身が精神あの医として、まあ、ちょうど油が乗り切った時に収容されたわけです。で、多くの自分がこれまでにこう蓄積していた研究というものを出版できずにいたわけですね。そういったものを忘れないためにいろいろな機会を持ってですね、ちょっと紙の切れ端だとか、そういったものにメモして そして忘れないようにしたという話を聞きまして、このフランクルは最終的に収容所から解放されて、その後精神科医として活躍するわけですけども、そうした一流の望みを捨てないという、そういったことが大変重要だということを、フランクル自身から聞いて、大変感銘を受けたことがあります。 希望というものを文字を見てみますとまれにしかかなわない望みというふうにも読むことができます多くの希望というのは叶わずにそのまんまになっているしかしその時点で希望を持つということは、まあ、自分が前を向いているということの証であるわけです希望が叶叶うかかなわないかは 二の次、三の次であり、自分が前を向いていることが大変重要だと。たとえ叶わなくても未来に向かって行くんだと。そういった姿勢や態度が重要であり、淡い期待や微かな期待、生きるの望みを持つという、そういった人間というものも未来に向かう人間として研究しなければいけないのではないかと。 その人間を研究するには時間的展望ではなくて希望ということに着目する必要があるのではないかということで私自身ミネルヴァ処方というところから「希望の心理学」という本を書きましたがこの時間的展望では研究できない部分について今後さらに検討を進めていきたいなとそんなふうに思っています。